とりあえずこれを弾けば間違いないです。おはようございます、かずきです。皆さん、楽器屋さんでギターとかエフェクターを試奏するとき、どんなフレーズを弾いたらいいか困りませんか？なんかそれっぽいフレーズを弾いてみたいけど、結局いつもなんとなく弾いて終わっちゃってる。そのエフェクターの良さを知るためには何を弾けばいいんだろう。そんな悩みをね、多くの人が持っていると思います。なので今回は、僕自身がいつも動画で機材レビューをするときとかに弾いているおすすめの試奏フレーズを3つご紹介したいと思います。で、さらにそれだけじゃなくて、僕はいつもそのフレーズを弾くときに何を考えているのかっていうこともお伝えしていきたいと思います。試奏はあくまでもその機材の特徴を確認するための作業なので、大事なのはフレーズを弾くこと自体じゃなくて、それを弾くことによって機材の何がわかるのかっていうことですよね。そのあたりもしっかり説明するので、ぜひ見ていってください。それでは楽しんでいきましょう。それではまずは今回の試奏に使っていく機材を確認しておきましょう。試奏するエフェクターはこちら。前回の動画でも登場したシングスさんのビヨンドシリーズというものですね。バッファーとブースターという2つのエフェクターを使っていきたいと思います。真空管が搭載されていてすごくかっこいいエフェクターですが、これがあることによってどんな風にギターの音が変わるのか、今回の試奏を通して改めて確認していきましょう。思想でよく弾くフレーズ1つ目は開放弦を絡めたコード弾きですね。特にこのフレーズではちょっと変わった開放弦フレーズになっています。まずは弾き方を確認しましょう。最初はシンプルに A サス2と E メジャーを弾きます。で、次はこんなアルペジオ。1弦と2弦の開放弦をずっと鳴らしておいて、で、あとはルート音がどんどん移動していくっていう感じのフレーズです。この辺のポジションと開放弦を組み合わせることで生まれるすごく変わった響きが特徴です。僕はいつもこのフレーズを弾くことによって、ブースターによって増える歪みの量と、そしてどんな風に音のキャラクターが変わるのかっていうのを見ています。例えばオンとオフで比較すると、でしょうか。ブースターをオンにすることで原因も結構上がると同時に、なんかすごく低音にどっしりとした迫力が出て、ピッキングした時に音がキラキラするようになりますよね。すごく真空管ライクなニュアンスが加わるのがね、よくわかります。こんな感じで開放弦を使ったフレーズはもう全部の弦がしっかりとなっているので、音にどんな特徴があるのかを把握するのに向いているなと思います。これをかき鳴らした時に気持ちいいかどうかで、僕はその機材が欲しいかどうか判断することが多いですね。僕が思想でよく弾くフレーズ2つ目は、コードと単音カッティングを組み合わせたこのフレーズです。音を短く切ってタイトな感じに鳴らすとめっちゃかっこいいですよね。まずは弾き方を見ていきましょう。押さえるコードはカッティングでよく使うセブンスコード。ここにナインスの音も足した形です。これをスライドしながら周りにある単音を組み合わせて弾きます。で、あとはさらに E7th のカッティングを発展させたフレーズもあるので、余裕がある人はこっちも入れてみましょう。僕は普段からカッティングが好きでよく弾いているので、試奏の時でも必ずその感覚をチェックしますね。今回はこのバッファーの効果を確認するっていう目的があったので、ピッキングのアタックが気持ちよく出ているか、実際に出した音が太く前に出てきているか、そういうのを重視しながら弾いていました。
でしょうか。このバッファーをかませることによってより音が締まるようになっていますよね。なんか無駄な音域が削られていて気持ちいい倍音が出るようになっています。でその結果音が太くなってすごく弾きやすくなっていますね。このバッファーは原因のつまみもついてますので積極的に音の太さを調節することもできます。というようなことを確認するときに僕はよくカッティングフレーズを弾いていますね。特にクリーントーンの違いを確認するときに役立つフレーズかなと思います。思想でよく弾くフレーズ3つ目はギターを持ったらついつい弾いてしまう大好きな曲ボブ・ディランの Like a Rolling Stone をジミ・ヘンドリックスがカバーしたものです。いやマニアックってなるかもですがこのコード弾きが気持ちいいんですよ。基本的にはコードを弾いていきながらで余った指で音を装飾していくっていうイメージですね。最初の方はピッキングを弱く優しく、そしてだんだん曲が進むにつれて強くピッキングして盛り上げていきましょう。こんな風に普段から弾いているようなフレーズを弾いてみて、でそのエフェクターをかけることによって普段とどんな風に違うのかっていうのを確認しました。今はバッファーとブースターの両方をかけて弾いてみたんですけど、めちゃくちゃ僕の好みの音がしました。バッファーも何もかかっていない状態だとこんな感じ。で、アンプがほんの少しでも歪むセッティングになっていれば、バッファーの原因をマックスにすることで結構歪むんですよね。この低音源のバリバリ感。これがね、ブルースロックとか好きな人にはたまらない音色だと思います。で、ここにさらにブースターをかけてあげることで、まさに倍音ギラギラで存在感マックスの真空管サウンドになります。最高すぎ。もう完全に僕が大好きな音が出せます。こんな風にそのエフェクターでいかに自分の好きな音が出せるかっていうのをいつものフレーズを弾きながら試していくっていう感じですね。さてということで今回は僕がいつも使う思想フレーズを紹介しながらシングスさんのバッファーとブースターを思想してみました。これ正直どっちにも言えることなんですけど、このエフェクターを自宅用の編集アンプに繋いだら真空管に化けます。音のローミッドが太くなりつつも高音域はすごくキラキラしてめちゃくちゃ抜ける音になる。つまり最高。僕みたいに地味編とかクラシックロックの渋めの音楽が好きな人には絶対にハマるだろうなっていう音がしています。まあ常にかけっぱなしで使いたいのかオンオフを切り替えたいのかによってどちらかを選ぶのがいいのかなと思いました。このシリーズは先週投稿したこちらの動画でも詳しく説明しているので、ぜひよかったらこっちも見てみてください。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。